取れた、あ取れた、すごいすごいすごい、おレア取った、海で遊ぶことができます。冬はトレッキングやサイクリング、そちらも楽しむことができます。はい、ケバブ美味しいよ。チャイラールちょっと待ってお願いします。ケバブ美味しい。今日はお楽しみたいと思います。どうか皆さん最後まで盛り上がってまいりましょう。ありがとうございます。朝日様ありがとうございました。今日は赤レンガの東京湾大会社祭に来てます。ちょっと待って、結構いろんなイベントブースがありますね。これは何なんでしょうね。いろいろ東京湾のゴミとかで作ったやつですよね。あ、子供たちがスーパーボール釣りやってますね。ステージで何かやってます。先ほどレスティックの皆様からお尻が可愛いという話がありましたが、ワンチョクもどうぞ前へ。さあ、そして本日は皆さんも一緒にカウンターをお願いしたく思っております。ワークショップ的なことをできるブースがたくさん並んでるみたいです。小物を売ったりとそういうところも多いです。あ、もらっていいですか。あ、はい、ね、ここでも試食が、中身の試食ができるみたいですね。あ、いただき、はい、ありがとうございます。なんか発電してるんですね、これで。あ、この防波堤の効果を子供が分かるように実験してるんですね。結構家族連れで来ると楽しめる、子供が喜びそうなイベントがなかなか多いです。ご一緒にカウントダウンお願いします。もう5秒前4 3 2、東京湾だー。あー、今かすかに遠くから、聞こえてまいりました。音の速度は光より若干遅いためにタイムラグが生じましたが、見事に12時ぴったりの一世紀的成功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここに来て一気に聞こえてまいりましたね、はい、ではご着席ください。いやー、ドキドキしました。ドキドキしました。ではここで本日ご列席の来賓の皆様を紹介いたします。ステージに向かって中央より右手に、国土交通大臣政務官門博文様、衆議院議員秋元司様、参議院議員島村大様、東京湾の環境を良くするために行動する会を代表いたしまして参議院議員朝日健太郎様。こちらではキッチンカーが結構出てますね。横浜中央卸売市場、これからゆるキャラとミスチップの市場のお店だと、なんか魚が美味しそうですね。ここはお寿司屋さんですね。
ここはなんか八景島の割引券を配りしてますとか言ってますね。芝行列やっぱ魚関係のいろいろ団体とかそういうところが結構指定してるみたいです。この辺、この辺だそうです。横浜赤レンガ広場はここですね。さあ、カッピー君が住んでいる川崎市はどこなの？その辺結構遠いね。今日はどうやってここに来たんですか？あ、泳いでクローグしてきたね。はい、ありがとうございます。行っちゃいます。ちょっとここ、これは牡蠣の牡蠣飯とか美味しそうですね。これはたこ焼き、にんにくまんじゅう。その次がいろいろ魚の缶詰とかそういうものですかね。お酒ですね。まあ、ここから先はもうすごい食べるエリアっぽいですね。江戸前カプーチの生ビール、あ、生ビール美味しそうだよね。ほら、いろいろもうお昼時なので食べてる人とかいっぱいいますね。なんかスマホ見せると大引き牛が試飲できると。ここはなんかいろいろ地鶏とかウインナーとかいろいろやってますね。こちらは唐揚げですね。みんなこの辺で食べてますね。もうキッチンカーの前にいろいろテーブルがあるので、ここでもう買ったらすぐ食べられる感じですかね。食べてるのを見るとお腹空いてきたんで、撮影やめて食べようかななんてちょっと思ってます。さて、何を食べよう か、いろいろありすぎて迷っちゃいますよね。ここはパエリアとかあります。こちらは銀鮭の塩焼き。あ、お魚もいいですね。ここは炭塩串。ありがとうございます。でも意外とテーブルがまだ空いてるんで、今の時間だったら買って食べられそうな感じです。チーズステーキ。アーチーパイ、これは何だ。